生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。はい、まあなんかちょっとね、いろんなね、なんかたくさん最近 DM が来るようになりまして、コメント欄とかもそうやねんけども、うん、まあちょっとロシアのね、今政治がちょっと荒れてるというところで、まあロシアのプーチンの反体制派のナワリヌイ氏ね、日本語で言うとなんか変な感じよね。そう、まあ、彼がね、まあ、昨年8月ぐらいに、まあ、ちょっとプーチンに毒殺をされかけたという主張をして、まあ、死にそうになって、まあ、ドイツに入院もしてたんだけども、そこからね、まあ、先日、まあ、ロシアの方に帰ってきて、まあ、ロシアの国内の法律で、まあ、もともと彼がこの詐欺をしてたというので裁判もやってたんだけども、まあ、その間のなんか出頭義務違反だかなんだかをしたということで逮捕されたっていうので、まあ、今ちょっとロシア各都市にすごいデモが繰り広げられてて、日本でもやってるよね。まあ、知らん、日本でやってるんかどうかはちょっとよく知らんねんけども。やってんねん。あ、そうなん。で、まあ、そこで、なんで参加したん？いや、インスタグラムとか見るとなんか参加してる人結構ちらほらいて、まあなんかよく分からんけど、とにかく、まあ、プーチンはやめろ的な、その釈放しろ的なデモが繰り広げられていて、で、まあ、ブラスさん、アレちゃんはどういうふうにお考えですかみたいなコメントがすごいたくさん来るようになったから、まあ、今回ちょっとそういう系の動画を一回ね撮ってみようかななんて思って、ちょっとカメラ回してみてるわけなんですけども、真面目な動画ですね。そう、まあ、なんやろう、 あんまり政治のことって言いたくないねんな。やっぱ政治ってもうほんまなんかもう右に左に前になんかいろんな方向に向かっていろんな意見が飛び交って、まあまあ、政治の意見がね一致するしないっていうだけのことなんだけども、まあ、それで好き嫌いが分かれたりとかするっていうのがあるから、まあ、結局的にね、正しい選択肢があるわけじゃないものだから難しいんだよね。やっぱりグレーも結構あったりするから、そう、正解があったらないねんけど、正解がないことに対してとやかく踏んだ判断とか言うのはちょっとめんどくさいなとかって思いながら避けてきてたとこやけど、まあ、たまにはいいかなというところで、まあ、ちょっと話題の方をね、やってみようかななんて思うんやけども、あれちゃん、どう？プーチン大統領もかれこれとんでもないぐらいずっと大統領の座にいて、まあ、途中でメドベージェフっていう、まあ、プーチンの操り人形が、まあ、一時期いたこともあったけども首相になってる間、アルちゃんはプーチンどう？好き嫌い？なんて言ったらいいんだろう、なんか尊敬する部分ともう結構嫌な部分があって分かれてるんだよね。で、まあ、自分は結構何が正しいか分かんないんだけど、自分的にはプーチンはもうそろそろいいかなと思ってる身であって、なるほど。そう、なんて言ってん、プーチンのいいところはやっぱりその言ったことは絶対にするっていう権力を持ってるわけよ、うんうんうん、例えばこういう風にこうしましょうみたいな、この国のここの部分を変えましょうって言ったら、うんうんうん、やろうと思ったらできるぐらいのパワーを持ってるわけであって、うん、けどなんかそれを、まあ、国民の人からしたらあんまりいい風に使っていないっていうのは。なるほどなるほど。プーチンって本当にロシアで人気なんですか、それともやっぱ全部嘘なんですかってすごい聞かれるんやけども、まあ、日本ってあんまりこう家族でね、こう政治の話をするとかそういうことってあんまりないやん、ご飯食べててもあんまり聞かないね。そう、でもロシアは割とこうお酒の席でこう政治の話に結構酔っ払った勢いで発展をするなんてことはすごくよくあって、うんうんうん、で自分の家庭は特におじいちゃんとかが結構プーチン林おばあちゃんも反プーチン林で、そこでもうなんかの喧嘩ばっかりみたいな感じで、でも飲むと喧嘩になったりするよね。そう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 、やっぱそのプーチン派の人は結構もうなんかすごいなんか力強いっていうか、もうプーチンのこと悪口なんか一切言うんじゃねえっていう人もいれば、もうプーチンなんてもう本当にあんなやつをなんか下ろせみたいな人、うん、なんか結構強烈じゃない、その、まあ、自分がね話を聞いてる限りだと、プーチンは本当に人気があるんですかないんですかって聞かれたら、俺人気はあると感じてるのね、すごく。マジで俺はあると感じてんの。でもやっぱ地域によってはアレちゃんみたいにあいつは良くないって多分なる地域もすごいあるんやろうけども、うちのハバロフスクの地域は割とそんな、まあよくデモも行われてるんやけども、今の多分今の視点で見たらやっぱこう賛否両論みたいな感じやねんけども、一昔前はやっぱ結構絶大なる支持はあったと思うんで、ね、昔はもう本当に本当にプーチン万歳みたいな、大万歳みたいな、うんうんうん、でまあそのね、ちょっとなんでそもそもプーチンがまあロシアで人気なんかっていうところをちょっと一回辿ってみたいねんけども、うん、もともとロシアってロシアになる前は何やった？それ。そう、ソビエト社会主義共和国ってソ連で、日本とかと違って社会主義の国なんですよ。日本とかやったらさ、
まあ、資本主義アメリカとかもそうやねんけども、みんなでこうそれぞれが自分のものを持って、うん、でなんかものを作って販売をして、やっぱ人気なものは売れるし、人気じゃないものはなんかこう人気じゃなくなる、そう競争をするような、うん、まあ要はお金の社会、今のまさに日本とか世界で繰り広げられてるお金の社会っていうのが、まあ、資本主義、まあ、社会主義っていうのはどっちかっていうと、もう全部国がね、あなたが今勤めてる会社ではこの服をこれだけ作りなさいって、もう国から全部指示があって、でも買うものももうそれしかないから、まあ、基本的には全部計画された通りの経済で動かす、まあ、その代わり、まあ、みんなある程度給料、そんなにこうお医者さんとかもそんなお金持ちじゃないし、なんかこうみんなある程度貧富の差がないんやけども、まあ、国が全部計画して動かしますっていうのが、まあ社会主義やったと。でそれがまああんまり、まあうまく立ち行きがうまくいかずに、まあソ連というのは崩壊をするわけですね、1991年に。でまあその時からまあ遡るんやけども、まあ要は金儲けの仕方を国民は誰も知らないんですよ。急にあなたたち今日から資本主義頑張って稼ぎなさいと、まあ、自分たちでこれから誰かに助けられるっていうこともなく、自分たちで頑張った分だけ稼げる人は稼げるし、頑張れなかった分だけの人は稼げずに貧乏の生活を送るしかないっていう、っていう風になりましたと。でロシアはまあ今まで全部国営企業というのは全部国営のものだったんだけども、まあそれは今後は全部民営のもの、あのそれぞれで経営してください、民営化しますということで、まあ、いきなり民営化するのも大変やから、まあそこで何どう競争を生もうかっていうのを考えた時に、まあ、バウチャー式っていう、あの国がね国民に全員にある程度こう株券みたいなものを配布して、うん、まあ、それぞれが、まあ、その株券を使って、まあ、企業を応援していくみたいな、まあ、そういうやり方を取ったんやけども、まあそういう資本主義を知らん人らからしたら株果てみたいな状態になったんよな、うん、まあ、そこに目をつけた方たちがいて、あのその株券をもう回収して回った人たちがいるわけよ、うん、あのいい値で買ってあげるよっていう、そう、もうなんなら、まあ、噂に聞くとトラックに大量にウォッカを積んで、まあ、みんなあの国が崩壊したばっかりやから、もうすっごい金がないわけ、みんな酒飲んだくれてもう忘れるしかないみたいな状態になってるから、うんうん、でもすごいね、その当時は本当に自分も知ってるけど、そのウォッカで家を建てられるような時代だったからね、ウォッカを払、ウォッカを払えば家が建ちますっていうような状態だった、もう物々取引、隣の、うん、あのダーチャーって言って、あのそれぞれみんな自分の畑を持ってたから、うん、あのうちはトマトがよく取れるから、そのトマトとそのジャガイモ交換しようみたいな、こう物々取引とか、うん、でまあウォッカ、トラックが来てそのウォッカと交換してくれる、ちょっとみんなもうウォッカと交換しようみたいな感じでこう交換をして、まあ、全部がそのやり口じゃないよ、もちろんいろんなやり方があったんやけど、とにかくその株券をわーって国民から集めまくってできた財閥が何個かあったわけよ、あのオリガルヒって言うんだけど、オリガルヒはあ、その結構な、まあ、金持ちな人のことを言うオリガルフっていう、そうそう、その、まあ、結構レベルの高いその金持ちの、そう、まあ、新興財閥、株ですっごいとんでもなく儲けたから、メディア、テレビとかを所有したりとか、あのガスも私たちのものだっていう風にして、もうそれでとにかくもうとんでもなく貧富の差が生まれたわけよ、うん、もうそれ知らんから国民はますます貧乏になっていくわ、普通の人たちは差が激しくなった、そうで、あのその財閥たちはますます儲けていくわって、もうとんでもない格差社会っていうのが生まれて、ね、っていう時に登場したのがプーチンだったというところで、まあ、プーチンが何をしたかっていうと、まあ、これ話したらまたなんか、いやそれそんなんだじゃないぞみたいな、もっとこういう話もあるぞ、こういう話もあるぞっていう風になるから、うん、まあ、すっごい深いところまではあくまで話しませんよっていう前提で聞いてほしい、まあ、一部だけを抜粋して話してるっていう風に思って聞いてもらえたらなと思うんやけども、まあ、プーチンはその財閥をもう全部締め出した、もうこれ全部うちの 国のもんにする、結構乱暴なやり方で、うん、でまあその財閥の人たちもみんな結構国国外に行って、あのそういう新興財閥の勢力をまあ無理くり排除したと。でそういうまあガスだったりとか、まあ、そういうメディアだったりとか、そういったものを全部国のまあ財産にすることができたから、うん、そこから急にまあロシア経済が回復をしていったと。でまあ、あのたまたまそのタイミングでロシアでガスがもうよりよく見つかる、よりたくさん、あとロシアってこんなにガス湧くんだってなったことも重なって、世界ないっていうにも入るからね、そうそうそう、でそこでまあ明らかにプーチンに変わったタイミングですっごい経済良くなったやんっていうので、
うわープーチンみたいにやっぱ国内はなって、そこですごい人気、支持率がすごく上がっていて、結構な、まあ、本当に幅広い層にあの人気だったっていうのは印象に残るよね、うん、そう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 。でそこからまあやっぱプーチン伝説っていうのは始まって、みんなやっぱまあプーチンはここまでやったからっていうので、すっごいまあ人気になっていって、うん、まあ、今のような状態になってきましたというのが、まあなんかプーチンがおおよそこうロシアですごく人気になった理由になるのかなと思ってて、ソ連のね崩壊を知ってる層と知らない層っていうのがまあ2つに分かれてて、でまあ若者の層とまあお年寄りの層で随分と結構考え方違うなっていう風に自分は今感じてるわけよ、うんうん、要はあのプーチン反プーチン派の人たちは、まあ、割と若い層が多くて、まあ、SNS に達観してて、あのプーチンがこんなひどいことをやった、こんなことをやった、とんでもねえな、まあ、あのこの間やったらなんかまたプーチンの家住んでる家がネットに公開され、ね、されて、うん、トイレのブラシが10万円ぐらいするようなブラシ、トイレのブラシやで。でまあそれはね確かに、そうそう、あの国民の給料よりも高いっていうことで、っていうようなので、うん、まあ、そういうのを見て、まあ、だんだんとね若者の間では、まあ、あの反プーチン的なこう人が増えていくような状態、うん、でお年寄りはお年寄りで、その中でも結構2つに分かれてて、一つの層はちょっと前に、まあ、プーチンがロシアの年金の改革をしたのね、うん、あの受給年齢を男女それぞれ違うんやけども、確か男性が60歳から65歳に上がったんかな、で女性が、55歳から60歳、そんな風に、まあ、国民年金受給できる年齢を引き上げたっていうので、まあ、そこから国民の生活どうするんだみたいな感じで、まあ、反プーチンよりの考えを持つお年寄りの方がちょっとまた増えて、まあ、前の動画ね、他の動画でも言ってたよね、やっぱりその寿命がすごく短いから、そう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 、ロシア人の男性とか女性とかも、だからそうやってあげられるとやっぱり年金をもらえる年数がすごい減るっていうか、もらえない人たちも結構いっぱい出てくるんじゃないかっていう話であって、そう、そういうので、まあ、ちょっと反プーチン派の考えを持つ高齢者層もちょっとずつ増えてきてるのかなっていう感じ。で一方のプーチン支持者っていうのはどういう人が多いかっていうと、やっぱりソ連の崩壊の時のことをちょっと記憶に残っている人っていうのがすごく多い。とんでもない、もう猫の餌を食ってたなんていう噂もね、なんかあったり、聞いたりする、なんかゴムでスープを作ったりとか、もう何、本当に何にもないから、本当にだから、まあなんかその確かにあの人はいろいろひどいことをしたりとか、なんかこう強権的な振る舞いをしてすごいもう悪いっていうのはまあ分かっていますが、とはいえ今私たちのこの生活、今よりもしかしたらもちろん良くはならないかもしれないけど、うん、今よりも悪くならないのであれば任しといた方がいいやんって、まあ、ロシア人の高齢の方が何が一番怖いって無秩序、あの本当に秩序がなかったの、もう全部賄賂やったし、あの時は、うん、崩壊した時はもう全部何もかも、警察官も何も悪いことしてない人を引き止めて賄賂もらってみたいな感じやったし、まあとにかく秩序も全く保たれてない社会っていうのがその時代にあったから、それでやったら権力のすごく強くてもいいから秩序を保ってくれる、もう唯一無二の人がいてくれた方がまだいいわっていう考えの人がどっちかっていうと高齢の方に多いかなと感じてはいます。反プーチン派の人たちの動きを見てると、あの例えばこのナワリヌイ氏だったっけ、彼の政治のやり方っていうのも選挙のやり方っていうのも、なんかこう一極集中で俺に投票せんでもええから彼に全部投票しろとか、もう一人の他の出馬してる誰か、なんだろう、動いてる、やってることが今の大統領を下ろすっていうことが全ての目的になってるように見えるのね、自分は、うんうん、今はとにかくその将来のことを考えるというよりも、将来とか今とか関係なく、とりあえずとにかくプーチンを下ろしてから考えましょうっていう感じ、うん、そう、でその先のビジョンっていうのをあんまり提示してないなっていうのが自分の見てて感じる、あの俺ももちろんプーチンなんかいつ死ぬか分からへんし、その年金の問題にしろね、確かこの
年齢を引き上げたっていうのはあるんやけども、もうせざるを得ないぐらい年金の状況が逼迫をしていたっていうのも事実であって、じゃあそれを解消するためにどうして欲しかったのって、今のまま維持をして、じゃあ将来子どもたちが年金も受け取れないような状態にもうしてしまうのが良かったんですかっていうことを聞きたくなるわけよ。やっぱ国民って俺は結構、まあ、どこの国もそうやけどアホやなって思ってんねんな。自分のことを考えるから、今の私たちの生活を悪くするなみたいなことをやっぱり言いたくなるのはわかるんやけども、じゃあそれを未来の子どもたちが受け取れないような状況まで財政を逼迫してる今のこれを無視してどうにか何もせずにするべきやったんかって言われると、なんかこうそれもどうなのって思うわけ。なんか代替案がないわけ。それは良くない、ふざけんなっていうのは言ってるけど、じゃあどうしたらよかったのっていうところがなかなか見えてこない。それをね、多分プーチン以外の人はどうしようも そこにメスを入れるっていうのはできんかったと思うね。多分もし例えばプーチンじゃない人がロシアの大統領をやってて、こういろんな話を聞いてたら、今の日本の政治やってそうはなかなかなんかやりたくてもできん、うん、っていうことが多いよね。やっぱりでそれをやっぱメスを入れれるのはやっぱりプーチンだけっていうのがあるから、そういう面で意外とあれを評価している人たちっていうのも中にはいたりもする。だから単純に今のプーチンをただただこう下ろすことだけを考えるんじゃなくて、その後どうするんかっていうビジョンをもっともっと見せてやっていった方がいいやんって思う。俺はプーチンは辞めるべきやと思うねんな、うん、いつまで続けんねんって話やから。いきなり死んでしまったらそれこそ大混乱だから、自分が辞めることを想定してこう元気なうちに辞めてもらわんと、その先に混乱を生むことになるから、だからまあ次こういうビジョンがあります、こういう風にしていきたいと思います、私はこういうビジョンにしていくためには今後こういう政治をしていくべきだと思いますが、皆さんは後の政治の判断にお任せください、私はそう思いますよって言ってパタンとやめていったらいいやんって、まあ、ただね、プーチンは多分そのやめる気ないというのもあって、多分その自分と同様に同じこの場で戦えるような人たちこういないような状況を作ってるように見えるわけよ、うんうんうん、他に出てる候補の邪魔をするって言ったんやろ。そうそう、候補邪魔するのかなと思ってんのね。その出てくる人もいないから、うんうんうん、その自分の考えを言う人もいない、うん、で国民も長年ずっとそのプーチンにやってもらう、誰かにやってもらってた、うん、誰かがやっていてそれを見て、ああいいね、ああダメだねっていう風な判断しかできなかった、うん、だから考えられないよう なんかちょっとアホな国民が多くなってきてるんじゃないのかなと思ってんの、まあ そのだから今後もそのなんか新しい人は誰なのどうなるかっていうのも今ないような状態やんか、うんうん、今選挙でその誰かにその投票するってなってもそのいない、まずその投票する相手が、うん、俺はそう次の準備してほしいなと思う側やねんな、もうやめていく準備、うん、でこの今の反体制派の人たちはとにかく下ろすことしか考えてなくて、その先に何をするのか、本当にじゃあアメリカとか中国とかそういうあのことものにね、なんかいろんな政治的ななんかとかってあったりして、なんかどうやっていくつもりなのかっていうのをなんかすっごいそこが見えづらい。でもプーチンを下ろしたいっていう意思はすごく見えるし、それは全然言ってんのね。それを言えるってことは俺自分の政策の内容とかを言ってもいいと思うわけ。もうそこ以外のことも俺言えると思うの。それはいくら邪魔されてるって言っても、まあ、だから私たちはその、まあ、日本にいてそのちゃんとした生活してできてるわけやんか、うん、ちゃんと毎日ご飯も食べれるし支払いもできれば仕事もあるわけで、うん、だからブラちゃんみたいにちゃんとした判断ができるわけよ。ブラちゃんみたいにそのちゃんとどうすればいいのかっていうのがこう旗から見えるっていうか、でも多分その国の中で今こう住んでる人たちからするとご飯も食べれない、給料もやばい、もう支払いもできない、やばいどうしよう、もう生きるか死ぬかってなってるわけだから、そのなんていうのはちゃんとしたこう判断力を失っていってるような状態なのかなと思ってんのね自分は。だからそのどうするかっていうの分かんない、でもとりあえず食えない、だからとりあえず下ろせ、下ろしたらなんか変わるでしょこの状況が、うん、っていうぐらいのことしか考えてないんだと思う、うん、だから今の状況っていよいよまたソ連の崩壊の時と同じような空気感になってる、なってる、ね、きっとまたクソ貧乏な時代がまた訪れて、その時にまた何か誰かにすがるのか、もしくは何かにすがらずに何とか乗り越えていくのか分かんないけど、今のプーチンが俺的にはうまいことを次のビジョンを見せてくれて、何とか導いてくれて、そこから
強をちゃんとしてやっていった方がいいんじゃないかななんてことをちょっと思ったりはしてる。いきなり今のこの無知な人たちがただただ下ろしたい下ろせやめやっていうのだけでバーって変えてしまったら、まあ多分悲惨な状況になるやろうなと思うな。まあね、だって今その投票できるような人をじゃあ出してみてください、うん、ちゃんとした考え方を持っているようなその政治家を出してくださいって言われたら、うん、もう全然思いつかないし、うん、ないし、まずでそれで何かもしカオスな場合になった時には他国なんて自分の国で精一杯なんだから誰も助けてくれないと思うし、そうやねんな、そうそう。ガスの価格やってさ、ガスの価格なんかロシアの中ではね、結構ロシアのガスは本当はとんでもない数があってもう全然余裕で生活していけるんですなんて情報がはびとってたりもするんだけど、ガスの価格なんて全然信頼できるものじゃないし、うちは資源があるから大丈夫なんてことをこのほほんと言ってるようでは、まあ、でもそのね、あの駆け引きっていうものあるわけだから、うん、やっぱりそれってあの多分どの世界でもそのビジネス的なものがあるわけだから、うん、なんか見せてあるように見せてとか高いように見せてっていううまいこと繰り広げることっていうのがあるわけであって、うん、多分だから本当のロシアの現状はそのまあ海外の人からすると明らかにされていないっていうか、その本当のロシア人の人たちにしかわからないっていうか、うん、まあ日本とかでやっぱ報道されてるロシアのやつを見てたら、うん、やっぱとんでもねえなプーチンだもうこんな、なんかあのネットのね書き込みを見たら、うんうんうん、こう反体制勢力に対して警察がねこう棒でこう出てきて叩いてたりしてるやつやってるのを見て、うん、自分の国民に対して暴力を振るうなんて最低だみたいなことを書いてんねんけど、でもまあロシアの中から見るとね、確かにそれは最低だっていう人もいれば、中にはいやいやちょっと待って治安やばいんですけどみたいな、なんか暴れてるんですけど外で、うちの店の看板なんか壊れるんですけどみたいな、なんとかしてくださいって言って、その棒でこう叩く側のこの治安を維持するという側にちゃんとしてよみたいな、なんか怖いんですけどみたいな、あれだけじゃないんよな、なんかそのほんまにどっち派もいて、でそこがこう暴れてるのをなんとか止めようとすると、うん、まあ欧米のメディアなんかはやっぱり警察が叩いてる映像だけをこうピュッて切り取って、まあ、こうアメリカと一緒やんか、うん、結局はその自由はあっていいと思うねん、その外に出てその私はこういう風に思っていますみたいなっていうのをなんか見せてもいいと思うけど、これってさなんか外に出て人の看板を壊したりとか人のものを盗んだりとか、うん、誰か関係ない人に襲いかかったりしてもいいっていうわけではないわけやんか、うん、また別やんか、それと勘違いするような人たちがこう混ざり合ってもう反論するどころじゃなくなることが多い世の中になってるわけだから、だから叩くね、叩いてるだけの画像を見るとすごいなんかとんでもない警察側がこう、うん、政権側が国民を痛めつけて、でも結局はねそのなんか国民がそれを望んでるっていうのもあるから、うん、でも結局そのねうちの国民も自分の持っている最後のお店とかそれで命をつないでいるものを壊されて、うん、それで最終的に亡くなる、ね、国民たちもいるわけであって、うん、一方でやっぱりほんまに悪い警察もおると思うね、うん、全然何もしてきてないのにそうされたということにして、うんうん、殴ったりとかするっていうのもあるんだろうから、とにかく現場ではカオスな状態になっているものを外野からこうどっちがひどいどっちが悪いっていうのはまあそう簡単には俺はやっぱ言えへんなとは思う。自分はまあ今こうやって外から見てこういうふうになんかその感じてるけども見ててね、まあ、ただ実際内部から見たらちょっともしかしたら違うかもしれないし、内部でもみんなそれぞれの見方があるので、まあ日本にとってはプーチンじゃなくなった方がいいんじゃないですかとは思ったりもするけどね。あ、意外とね、まあ、いろんなところ北方領土問題のなんだとかがあるから、けどまあなんかちょっとどんな考えを持ってますかっていうふうなことを言われると、まあなんとも言えない複雑な思いで見ていますね。結局は白でも黒でもないっていうか、うん、まだ結論がつかない。プーチンがいいって言ったらそれもまあどうなんだろう、でもじゃあいけないのかって言ってもそれをどうなんだろうっていう、じゃあどうするのっていうところがね。もうお願いしたいんやけども、あのいつ辞めるか言っといた方がええで、ある程度、ね、ある程度国をどういう風にするかとか、こういう風な状態にして辞めるから、うん、その後はほんまにご自由にこうしてくださいとか、なんかこういう風にしていくのが俺はいいと思ってますとか、お願いします。なんか
長くなったまた、まあ、こんな動画を日本人向けに作ったってどうしようもないっていうこともわかるし、だからなんだという話ではあるし、日本にはまあ関係のないことといえば関係のないことなんだけども、まあ、なんかちょっと多く質問があったので、まあ、ちょっと話してみたけども、あのまた進展があったらまた動画作りたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ブラちゃん、とても賢い解説ありがとうございます。そんなことはわかりますよ。今批判もたくさんあると、とてもわかりやすかったです。でも批判もたくさんあると思います。批判はね、でもわかりやすい解説でしたよ。本当でございます。ロシアのこと、多分経済的なことを分かってくれた人いっぱいいると思いますよ。そういうなんかね、ことをこうコメントでよくくれるやん。なんか、はあ、ブラスはやっぱり賢いとか、それでやっぱ天狗になったらあかんなって思って見てるから、なんかそういうの見ても、うん、ふんってなんて天狗じゃねえから違う意味の天狗になってんじゃねえかよ。違う天狗じゃねえかよ。いやでもなんか全部真に受けたらさ、やっぱりなんかあかんなと思って、そのいい、いやありがたいけど、もちろんありがたいけど、それによって何でもあり、俺は、まあ、俺ってジーニアスだぜとはならんようにしとこうと思って、まあ、ジーニアスが、まあ、そのそ分かりやすい解説できるっていうのはやっぱり誰しにでもできるじゃないので、もうやだ恥ずかしいから、いや恥ずかしい、この日カット、ライありがとう。